こんにちは、ライムストーリー。激流を狙うハンター EX ユフィ派2の推奨戦力より低め攻略。はい、ということでね、やっていきたいなと思います。今回推奨戦力20万なんですが、今回17万で挑んでみようかなと思ってます。で今回、敵のステータスからまず見ていくと、今回炎属性弱点で耐性なしということになってて、なおかつ物理弱点になってるね。なんで魔法攻撃よりは物理で挑んだ方が戦いやすいです。はい。でサインが丸三角 X と3種類あるんですけど、こちらは最初と、2回目もあるんですよね。今回ね歯は あってこれランダムになるんで、3つの中の2つが、弱点になるから、もうほんとこれ運ゲーとしか言いようがないので、まあ、たまたま皆さんの手持ちのねサインが全て、3つ持ってってるサインが出ればラッキーですけど、手持ちによってはファイラブローとかマテリアで殴る場合って全然あると思うんだよね。そうなってくるとちょっとね1つ分サインが減ってくるんで、まあ、その辺の運ゲーはどうしてもあると思う。ただ、1つ、関係ないマテリアとかでも全然サイン破壊は間に合うので、その辺はまあ安心してもいいかなと思う。ただ変な偏り方しないようにね、ちゃんと均等に、サイン、ルインラとかをね、持っていくようにしないとダメだと思います。それから、こいつに関しては、仏甲ダウンと、それから魔甲ダウンだね。この辺がしっかり効きますので、しっかり対策しておきましょう。厄介なところでいくと、ちゃんとね、ユフィに関しては、常に仏甲ダウンさせた状態でいくってことが大事かな。血祭りが物理。とか、だったりするんで、血祭り前には確実に3段階ダウンぐらいまで入れておきたい。まあ、その最大 HP にも寄ってくるけどね。今回 HP 少なめの5800くらいということにしましたが、最低限それぐらいは欲しいかなという印象があります。高いに越したことはないですね。はい。で、あとその他、まあ、配布武器とかで装備してすれば、仏棒とかね、魔棒とかその辺も上げることができるので、まあ、そういったものを使うっていうのも全然ありかなと思う。で、歯2なんですけど、HP が高いんですよね。なんで、生半可な、火力だと全滅までに間に合いません。最終的にゲージ2つ目終わった後に、抜山外星極みが、ぶっ放してくるんですよ。これがね、仏甲ダウンとかやっても1万3000食らうんで、まあ、ほぼ即死。これ食らったらゲームオーバーみたいな。思っとけば OK です。なんで、まあ、その代わり、この抜山外星極みのため時間が長いんで、その間に倒すっていう感じになる。だから僕のこの動画が、本当に最低限の火力のラインだと思ってください。これ以上、火力が出せないと、これ以下か。これ未満の火力だともうどうしようもないので、はい。結構だから、難易度高い感じはする。まあでも他の今までの、クラッシュ系と比べるとちょっとあれですけど、まあ、単純にユフィの場合だと火力制限があるよっていう感じ。あとはまあ仏甲ダウンとかその辺もしっかり入れることができれば勝てるような感じにいたします。はい。ということで紹介していきましょう。パーティー編成に。今回これになりました。できればこのセフィロスとか今回のクラウド使いたくなかったんだけど、ちょっとね、どうしようもなく、まあどうしようもないってことはないんだけど、逆にこのクラウドとかセフィロス使わないと、必要戦力上がりすぎちゃう。だよね。それでも勝てると思うんだけど、その代わり戦力がもっと高くなるよ。どっちかになっちゃうんで、で、まあ今回クラウドじゃなくて、あえてセフィロスにした。クラウドだともっと楽になるんだけど、まあ、ここは、だから、そのセフィロス持ってない方はクラウドで代用できるし、クラウド持ってない人はセフィロスで代用できるっていうことだね。はい。で、やはり、で、これも、天候と二突の状態なんで、まあ、かなり真似はしやすいかなと思います。このスキルに関して、スキル内容に関してもほぼ、無突の状態と変わらないんで、ただ効果時間が伸びるだけ。まあ、仏棒中ダウンと、あと敵団体の、ね、炎耐性小ダウンを、で火力を底上げしていく。で、あと炎属性アビのダメージプラス 30% もついてるんで。ここで、ファイラブローを装備しているということになります。で、重要なのはステータスだね。サブ武器がどうとかいうよりは、ステータスと、あと、ライズアビリティ。HP5800、で、仏甲が2658。
エライザ美構成が HP アップ、それから炎属性の極意、物理攻撃力がレベル6、炎属性威力アップレベル4で、LB 威力アップレベル2、攻撃アップがレベル4ということになってます。であとレッド13ですが、こいつはまあファイラブローでもいいんだけど、こっちのねレイジカラー、敵単体の 450% の炎属性物理ダメージ持ってます。はい、でステータス HP 5697の仏甲が2665、まあセフィロスと同じ水準にしてあります。はい、でサインは全部一応丸三角 X 全部持ってます。でライザー B ですが、攻撃力アップがレベル7、炎属性威力アップがレベル2、それからアビー威力アップレベル3、HP アップレベル2、それから仏甲がレベル3という感じになっております。でこれセフィロスとステータスほぼ同じと。で地獄の火炎かなり重要なのでね、これ必ず持たせてね。で地獄の火炎は防御ダウンと、あと、炎耐性ダウンがついてる状態で撃ってください。火力全然変わってきちゃうので。はい、あとティファ、これヒーラーですね。HP6000 の、それからブッコダウンのレザーグローブ装備してます。これマットでも代用できます、ティファ。全体回復とね、ブッコダウンっていう組み合わせでね。あるいはセフィロスにクジャの冷凍持ってる方はね、クジャの冷凍使ってデバフしてくっていう手も全然ありかなと思います。で、マテリアに関しては丸三角 X 全部持たせてるっていう感じだね。で、ライズアビは、仏母アップレベル3に発動してて、あと HP アップ、あと注力アップがレベル5という感じになっております。そんな感じだね。で HP が6000の注力1763、ほぼティファは攻撃しない感じになりますか。うん、デバフとヒーラーだね。そんな感じでやっていきましょう。マジでこれ超ギリギリ、本当に最後の抜山外星の最後のね、ハメの時にギリ倒せるみたいな感じになるんで、最初いきなりサイン破壊がいます。で、はい、これ攻撃力上げられてるんで、今のうちにブッコダウンをガシガシ当てていきます。覚悟して、鬱陶しい、キャンセルされちゃうのマジ鬱陶しい。でサマーソルト一発目はもう溜まった瞬間撃っちゃって OK なんで。でセフィロス操作でガシガシ殴っていきましょう。ティファも、やべ、ぼちぼち回復してこない。回復して速やかに対処します。抜山外星の印が来ました。でぶっこダウン必ず入れましょうね。で、これが2000後半ぐらいのダメージだったかな。ちゃんとブッコダウンされて、もう3000前後。これも。で、炎耐性ダウンが入ってる状態でイフリートを撃っていく。極みの彼方へ。極みの彼方へ。ちゃんとセフィルス入れてると火力はね全然違うので、 OK、 ここはちゃんと回復しておきたい。うわ強い。で次血祭り来ました。血祭りを確実にブッコダウン入れておきましょう。参加します。
ディフェンスシフトで耐えていく。でこのあとサイン破壊フェーズがあるかな。この体勢ダウンしっかり入れてから LB、 あとはもうね時間との勝負だね。こっからはもう HP 回復必要ないんで、もうあとはもうゲームオーバーまでの、もうここはセフィロス操作でひたすらやってファイラブロー連打していきましょう。ほら、この罰弾外星の印、これがもう罰弾外星極みの極みだな、極みチャージなんで。うわー、間に合え間に合え間に合え、あとセフィロスとレッドサティン一発ずつかな。オッケー、危ない。はい、という感じです。ほんとこれが火力ギリギリなんで、あれ食らったら負けてましたね。ということです。やはり、まあ、今回の武器が、まあ、どうしようもなく適正になっているのは間違いない。で最初の解説の時にも言いましたけど、セフィロスとクラウドね、どうしても確保できないという方は、先ほど言った通り、グレンとか、まあ、その他炎属性のダメアップ、サポートマテリアでプラス 30% できるようなキャラ入れて、で殴っていく。でもっと攻撃力とか炎属性力アップとか、そういったものは必要になってくると思うんで、今より戦闘力上がっちゃう、クラウドとかセフィロスなしでやる場合だとね。なので、その辺をしっかり、検討して皆さんの手持ちでやってみてください。といったところで今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。